軽音ライブイベントレッツゴーはテレビアニメ軽音のライブイベント及びそれを収録したライブブルーレイディスク DVDCD2009 年12月30日に横浜アリーナで行われたライブイベント2009年8月22日に開催された TBS アニメフェスタ2009よび番組公式サイトにて 2009年12月をメドに作品単独ライブを開催すると発表。同年10月下旬に公式サイトで日時と開催場所が正式発表された。軽音の主要担当声優8人と同作の楽曲制作に関わったミュージシャンによるバックバンドが出演し、主題歌、挿入歌、軽音のキャラクターソングなどのライブステージのほか、コールレスポンスや、 朗読劇などのミニコーナーで構成された。また、楽曲のうち、私の恋は、ホッチキスと、ふわふわ時間の2曲は、放課後ティータイムのメンバー5人による演奏が、披露された。アンコールでは、アニメ第2期制作決定が発表された。蒸気イベントを収めた、ブルーレイディスク、DVD が2010年6月30日に、桜田家系音部から発売されており、本編のほか 映像特典として、バックステージ映像が15分収録されている。ブルーレイ版は、その大容量を活かして、5.1CH サラウンド、2.0CH ステレオの、両音声トラックを 48kHz、24ビットサンプリングで収録している。ゆえにビットレートは 5.1CH サラウンド音声が 6.9Mbps、点零 c h ステレオ音声が二 3 m b p s で固定されている。音声フォーマットは、冷圧縮のリニア PCM である。2010年7月12日付の、オリコンブルーレイディスク週間チャートにて、アムロナミエが、ナミエアムロベストフィクションツアー2008から2009で、記録した2万1000枚を塗り替える2万2000枚を、売り上げ、初登場1位を獲得した。上記イベントを収めたライブ版 CD が、低音。ON ライブイベント、レッツゴー。ライブ CD として2011年11月16日に、ポニーキャニオンより発売された。16曲を収録した2枚組構成で、初回限定版には B6 編版サイズに縮小したライブパンフレットを同梱し、デジパック仕様となっている。ライブ音源を楽しむため、楽曲を中心とした構成となっており、トークや、 朗読劇などのパートは収録されていない。同日には2回目のライブイベントになる、慶音ライブイベント、カムウィズメライブ CD も発売された。2011年10月6日に、BS デジタル放送、BS スカッパーおよび CS 放送、スカちゃん語、5HD にて、TBS チャンネルプレゼンツ慶音ライブイベント、l e として放送された。 テレビでは、これが初放送となる。ライブ本編のほか、放課後ティータイムのメンバーのスペシャルコメントなども放送された。なお、b s スカッパーは、有料放送だが、開局記念の無料放送期間に放送されたため、無料で視聴でき、スカちゃんでもチャンネルプロモーション番組としての放送のため、スカパー契約者は無料で視聴可能だった。 以下ライブビデオアルバム両併記しているが、媒体によって、チャプター分けが異なるほか、ライブアルバムではトーク部分を割愛しているなどのサインがある。ありがとうございます。